さっさと仕事に取り掛かれ。パーツを持ったままブラブラするんじゃない。仕事を何度もこなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を終わらせたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。まあ縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。おお、そんなに長いのか。先輩よろしくな。おいシー何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。うん、頼んだぞ先輩。今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた。まあ話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たちそのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら、3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。へっ、脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんなやつ見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え、あ、
君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくが、どうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。おー、これって超ラッキーなサービス食じゃないか。やっぱり頑張ってるやつには幸運が訪れるってことだな。ゆっくり噛みしめて味わうぜ。午後はどうする？よし、もう少し頑張ろうぜ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。お前のやるべきことは、あっちの機械を使ってパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏み、もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。分かったか。さっさと仕事に取り掛かれ。パーツを持ったままブラブラするんじゃない。どれどれ、うん、悪くない品質だ。特別許可券を持って行っていいぞ。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。来ないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするんだ。よし、もう少し頑張ろうぜ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可券が急ぎで必要なのか。そうだな、オイラたち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。こ
の調子でどんどん行こうぜ。限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ、話す記憶すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。疲れた。働き同士でおいらもうくたくただぞ。待て、そういえば今日ってもう働き続けて3日目になるんじゃないか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何にもなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んぎゃ。これなんだよ。おいらのご飯なんで。お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってまともなシェフに作れるような代物か。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローワンの言ってた良くないことなのか。それ以上言うなよ。もう分かったから口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルジーじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルジー、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を精算しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああそれか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。ウォルジーすごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして何か隠してたんじゃないのか。そうだな、他に方法はないみたいだし。ふわ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。どうする？いいぞ！何か新しい手がかりが見つかるといい。
いな。オイラの丸一日の食欲を台無しにしたやつだぞ。どっかに持って行っちゃってくれ。あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません。あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい、どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって。どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。公爵様の目に映る私はさぞかし無能なやつなんでしょうね。まずはつい緊張してしまうこの悪い癖をなんとか直さないとですよね。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモラが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。え、なんでいきなり特別許可権をくれるんだ。あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可権は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひ、リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。
だ。さっきちょっと怪我しちまってな。なに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部信号員さんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え、医務室に誰もいなかったのか。ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな、シグイはいつも仕事熱心なのにこんな時間にどこに行ってるんだ。別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグインさんの手を煩わすこともない。昼ご飯が待ちきれなくて食堂でつまみ食いでもしてるんだろう。その気持ちわかるぜ。見ろ、ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。丸一日の食メリュジーヌの目にはオイラってどんな風に映ってるんだろうな。気になるぞ。ノリクロス。シグウィン、お前医務室にいるはずじゃないのか。生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは、旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって。何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。
働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。うん、気をつけるぞ。ありがとな。おいらの丸一日の食欲を監督をおっさんから指導員に交代させたら、生産エリアの作業効率は爆上がりするんじゃないか。なんだ、ぶらついてる暇があるなら特別許可権を稼いだらどうだ。このまま一生ここにいるつもりか。旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。もしかしたら特別許可権自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん、もし俺がお前たちだったら、ここにいる日々を大切にしておとなしくすると思うぞ。今は信じられないかもしれないが、お前たちはここを出たら絶対にここが恋しくなるはずだ。保証してやる。昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ。これまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べみと。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れ
気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可券がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可券を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可券をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。マシナリーはもう起動した。挑戦の成功を祈ってるよ。コリンズの言う通りに頑張って的を狙おうぜ。
やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だからゆっくり慣れればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。なあ、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらずルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか。この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか。そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ。さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援するやつがいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをするやつに罰を与えるっていうのか。ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。おい、本気か。嘘だろう。親切に忠告してやったのにあえてそうするっていうのか。そうだぞ。第一、めちゃくちゃ両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ何があっても知らないからね。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。新しい一日がまた始まったのか。
囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。そうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか？変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。わかりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。ずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。おい旅人パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ、俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？オイラまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。おお、昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか？一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから、飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて、オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。なんだ、お前大丈夫だったか？
オイラに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色、ちょっとやばくないか。うわー、やめろ。それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。ウギ、こっちに近づけるなよ。嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ。さあ、どうするんだ。サボれるのって嬉しいな。特別許可権が欲しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。陸地なら埋めるのをおすすめしたいところだけど、残念ながらここには土がないな。